最後のご一緒させていただける機会だったので、そう、とても残念なんですけど本当に申し訳ありません。そう、スタッフさんの方がね、ちょっと揺れ的にも早くご回復していただけたら何よりです。で、今大変ですから、ヤムの方もね、デカメさんとかちょっとキッカーさんとかね、皆さんちょっと大変な感じになってますので、ちょっとゆりもね、ちょっと検査待ちの状態ではありますが、念のためね、ちょっとドキドキしながらですが、今できることをね、頑張っていきたいと思います。そうですね、皆さん本当に早く良くなっていただきたいです。重症化しないことを願いますね。おお、ありがとうございます。あと、そう、本日はフォーユーテレビ電話特典会の方はね、うちでやらせていただいてありがとうございました。来てくださった皆さん、マリちゃん、ワンワン、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、ゆりはね元気なのでできること頑張ります。でさ、そう、今日ライブの予定だったから、すごいライブの気分だったのめっちゃライブの気分だったんだけど、え、どうなんだろう、今日のセットリストってさ、またどこかで使うと思いますか？言ったらダメな、ダメかなって思って、いや、濃厚接触者ではないみたいな感じ今のところだけど、まあ一応あんまり出ないようにしておこうと思ってうちこもってますね。別に大丈夫ですか？言っても大丈夫なのかもしれないけど、行きましょう。じゃあ発表します。今日のセットリスト、今日のセットリストはダカ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 ダーン、1曲目 SE かっこショートバージョンはい、 SE からなんと始まるんですよ。びっくりだねびっくりですよね。あ、確かに怒られたらちょっとみんなで謝りに行きましょう。お願いします。なんとショートバージョンでしたびっくりしちゃったね。そう、いや、これなんか言わないでさ、なんかわーって驚かしたかって、うわ SE から始まるの今日っていうね、まあっていうのはあれなんだけどっていうのはね、茶番なんですけれども、まあ、ショートバージョンの場合はそうですね、尺の関係です尺の関係ですよ。そんで1曲目はみんな予想してね、今のうちだよ、予想できるの今のうちだよ、今しかないからね。もうゆりがなんか言っちゃったらね、もう1曲目予想できないからね。今日だよ、なんだと思います？いいの、予想しないで、予想するべきだよ今日は。スターティングオーバーなるほどね、333、なるほどね、ラビッチュ、なるほどね、ニキちゃんワンダーランド、なるほどね、ババヘラ、なるほどね。あ、今日は大人しだからユリの可愛い声が聞こえない、可愛い可愛いでください、ワッチュ、ラビッチュ
みきちゃんワンダーランド。お、皆さんのね予想はそんな感じですか。ありがとうございます。1曲目はこちらになります。なんと1曲目はエンジェル演じて20年でした。すごい、私かわいい、今日も頑張らなきゃね。私ならもっと頑張れるもんね。やめちまえよ、そんなの本当の自分じゃねえよな。一体いつまで我慢するんだよ。エンジェル演じて大体20年。はーい、はい、そうなんですよ。今日の1曲目はエンジェルでした。誰一人としてね正解者がいらっしゃいませんでした。そっか、予想できなかったか。で1曲目やったら MC でしたレアだったのかな。最近エンジェルやってる気がするんだけど、気のせいですか。そう、そんで2曲目はですね、ラビッチュ。3曲目はですね、ワッチャウ。4曲目は二の足ダンシンで一言喋って、そしてご同士もって終わりでした。いい瀬取り、はい、いつもいい瀬取りありがとうございます。そうですね、先は主にちなっちゃんさんが考えてくださって、その瀬取りの趣旨とかをね説明してくださる感じですね。ありがとうございます、いつも。あ、もう少し予想したかったいやね、なんか引きずっちゃうタイプだから、ちょっと今日はあっさり行こうと思ってそんな感じでした。暑かったですね、確かに。ご規定さんの主催だから、なんかね、ちゃんと2期の色を出してる感じがするね。ラビッチュからワッチャーミの足はね、盛り上がるセットリストで夏めぐっていうのもめっちゃいいよね。お、そうだよ、この洋服ちなっちゃんさんのお下がりですそうですよ、そうね、ご規定さんの曲も楽しいから楽しみだったけど、そうだよ、夏とか冬とか関係なくね、夏めぐをやれてるので、そんな感じでした。楽しかったねジクリトさん、タコさん、ありがとうございます。皆さんがさ、あの台湾ライブとかで聴けたら嬉しいっていう曲ありますか。この曲あったら今日の瀬戸りめっちゃいいなとか。ゆりはね、なんだろうな、台湾ライブでしょ。あ、土砂降りのテラス席だなお、両思いか。確かに両思い最近やってなくないですか。スターティングオーバー、そうなんだ。ハッピースラブ、ハッピースラブか、最近やってる、ハッピースラブスターティング、やっぱなぜかスターティングオーバーは皆さん人気が高い気がするせめてせめて、あー台湾であんまやんないね。単独ライブ
ライブとかだったらなんかやってるけど、なるほどね。パーレー、はははは、は同じくパーレは好き。台湾でやるパーレめっちゃ好きだな。台湾だと聞きたいよりも聞いてほしい感ある。あー、それもめっちゃわかるかもしれない。ビーロンリートヤザーとかまさにそれかもしれないです。あ、もちろん歌いたい気持ちもね、いろんな曲あるんだけど、ビーロンリーは絶対聞いては、一回は聞いてほしい。雨に歌えば、おお、結構コアなとこですね。確かに雨に歌えばはね、台湾で最後にやったのはもうほんといつぐらいだろうっていう感じなんですけど、もう単独でもやってないじゃない。うん、そうだよね。オーバードライブ、はあ、はあ、はあ、確かにたまに来るよね。忘れた頃に来るのがオーバードライブとエンドロール。お、まだ行ったことないですか。ぜひぜひ機会ありましたら。台湾でかかってきなさい。わかんないな、ゆりの記憶ではない。ゆりの記憶ではない。でも8人になってからだからわかんないな。しかももう何年か前のセットリストなんてね、覚えてないもん、残念ながら。ゆりがセトリ組むなら、ゆりがセトリ組むならね、台湾にもよるんじゃないかな。あ、通信回復よかった。 TPO によりますね。でもゆり好きな曲は愛について考えるよと、あとパジャマで探偵棒かな。ね、好きな曲あんまりやらないのちょっと悲しいな。と思っているが、ほんといい曲、いい曲がたくさん。ティフメインステージでセットリスト組むならってことですか。ティフメインステージで、ティフってメインステージどこだろう。アットジャムは横ありだけど、ティフってどこだろう。ゼップだっけ。だったらね、でもだったらこれぞ2期っていうセットリストで攻めると思うな。メインステージとかそういう大事な場面だと、ダイバーシティの方かね。ビーロンリーとかさ、二の足とか、これぞ2期ですよっていう曲を見せる。あとなんか勝負しに来たなみたいな感じがあるのは強がりライライライとかじゃない。わかんない、なんとなく勝負曲のイメージがあるんだよね。あとパーレー、あ、じゃあどの道とかで締めるのかな。あー、待って、スマイルガーデンのセドリは楽しいね。確かにスマイルガーデンってめっちゃいいよね。スマイルガーデン好きだな、エリ。なんかスマイルガーデンはめっちゃお昼のね時間帯も好きだけど、そう、大鳥とかね、あの辺がめちゃめちゃエモいんだよね。だからね、あの時間大好きかもしんない。本当にいろんなアイドルファンが集まって最後にね、スマイルガーデンとかスカイステージもそうだね。スカイステージ、エモいですよね。
アイドル横丁とかちょっと最近ないのが寂しいな。アイドル横丁ってさ、結構人がさこう移動してる感じが見えるから楽しくない？なんて言うんだろう、ちょっとね、行ったことない方は分かりづらいと思うんだけど、こう平坦で、ゆりが覚えてるアイドル横丁だよ。でそう、横浜赤レンガなんだけど、で1番地とか2番地だったっけ、そういう感じの名前のステージがあって、1番地がメインステージなんでね、で1番地が一番こっちの方であって、2番地3番地ってあるの。割と平坦だからね、ほんとステージ側とかだと見えるのよ、お客さんがね、どれぐらい集まってるのかなとか。境目に行くとね、曲がどっちも聞こえてわーってなるんだけど、あの感じがねめっちゃ好き。そう、なんて言うんだろう、この曲を知ってるみたいなさ、あるじゃない、アイドル界でめっちゃ有名な曲。それこそニジコンさんのトライアングドリーマーとか、なんか その曲かかった瞬間ダッシュするんだよね、みんなそっちに。そうそう、なんかね、いいステージやってると本当になんか知らないグループとかでも見てくれるんだよね。そう、昔あったよね、そういうのあった。だから本当になんかね、こう夏見つかるっていうのがめっちゃ分かりやすかった気がする。そう、懐かしいね。あー、ワースタさんのね、犬猫いいですよね。犬派ですか猫派ですか。うん、月さんかわいい、ありがとうございます。休憩場所ないんだ。それは知らなかった。そうなんだ、それはちょっと辛いな。でも確かにめっちゃ暑かった記憶あります。なんか楽屋が横浜赤レンガ倉庫のなんか建物の中だったんですけど、しかもクーラー効いてて涼しいところに、まあちょっと大部屋みたいな感じなんだけど、そう、そういうとこでね涼めたんだけど、外の感じはね分かんなかったな。ハマるきっかけになった台湾ワッチャービーロンリーハッピース二の足全部青春でした。暑いね。わあ、そんな瀬戸にあったんだ、てかすごく覚えてくれてる、ありがとうございます。確かに全部青春もいいよね、あんまりやってないけど外で。めっちゃ楽しい。そうなの、デカミさんがアイドルする前に DJ イベントやって盛り上がった。そうなんだ、へえ、いいなあ。でもなんか覚えてるかも、タイムテーブルみたいなところにいらっしゃったかもしれない。初めて握手したのがここだったんだ、へえ、そうなんだ。うん、そうだよね、なんか楽しそうだ、楽しそうなライブってさ、めっちゃ遠くから見てても分かるじゃないですか、もうなんか客席が楽しそうなんだよね。そうだからなんか見てみたくなっちゃう。こんばんは。改装するんですね、横丁ってなくなっちゃったの、夏染めになったのですか。ちょっとあんまり分かってないんだけど、ゆりその事情がちょっと把握してなくて。なくなっちゃったんですか、なあ。確かに弱っちゃうさ、先頭にやることないよね、先頭っていうか一曲目。最近さ、なんか二の足、わっちゃう二の足とか
直感のことが多い。2期になって横丁行きました。行ってないと思います。多分行ってないと思う。何で分かるんだろう。アルバム写真で分かるかな。昔の携帯だから絶対入ってます。2期に入ったのが2、3、4、2月にオーディションしてたから。あ、横丁自体は2018年が最後だったんですか。あ、じゃあ2019年に加入させていただいたからないですね。うわ、そんなに前なんですか。4年前。そうですよね。スタジオコーストもこの間、新木場のこの間ね、閉鎖するみたいな感じでニュースになってましたけど、話題に。2期に入ってね、割とすぐのねイベントがね里山だったなっていう思い出はあります。数字にするととてもね早いんですよね。でリリースイベントをめちゃやってますね、やらせていただいて。ね、夏フェスといえば3本立てだったよね。3本立て。夏フェスツアーが先にあったんですね。あんまりフェスの写真が出てこないんだけど。アミちゃんも2018年の横丁に出てました。おー、ゆりね、うーわかんないな、あったかな、わかんないな。どっかでねお見かけはしたよ。アミちゃんどこだったかな。アットジャムの楽屋とかだった気がする。あで、ゆり知ってたもん、アミちゃんのこと。そう、あ、この子ってね思った記憶あるんですよ。多分アットジャムだった気がする。あれ違うな、アットジャムじゃないな、あ、わかんない。どっかの楽屋みたいなとこだった気がするんですよね。ご縁ですね。そうだよ、同期にならせてもらってね。連番してました。よく覚えてくれてますね、すごい。しおりに似顔絵描いてもらった。本当に本当になんかそう、特典会とかも結構印象的だった。あのさ、ヨーヨー、金魚の形をしたヨーヨーがあって、それにペンでサインを書くのね。ヨーヨー釣りだっけ。そう、ヨーヨー釣りのね特典会があって、でもペンで書くんだけど、あのペンがすごい消えやすいのとかあって、みんな帰ったらさ消えちゃってるんでね。残念すぎる。あ、そうだ、サマーラインを歌わせてもらったんですよね。そう、カバーさせていただいて、前のグループで。サーマサーマーサマーライオン。ゆりね、でもすっごい覚えてるのが、多分最初の、一番最初に出させてもらった、アイドル横丁かな、ティフかな、野外ステージだったから、多分アイドル横丁で、マジグッドチャンス様を出していただいたんですよ。カバーさせていただいてて、とベリーズ工房さんの
その時にすごいなんかね、やっぱ有名な曲だったからすごい知ってくださってる方が多くて、すごいその反応を見た時びっくりしましたね。そう、あとね、あのキャプテンは君だ、トマトンパインさんの、あの曲もこの曲もみたいな感じでね、あの集まってきてくださったのを覚えてる。映像多分残ってるんじゃないかな多分ねで、ゆりめっちゃ好きだよ、マジ言うとでもね、ゆりね、本当に歌ってないから張り切って踊らせてもらってるよ。マジグッドちゃんさんは本当にね、二人で歌うところがね、2か所ぐらいあったか。トマパイさんは本当名曲たくさんあります。そうだね、なんか有名だし、なんかものすごくこうハロプロさんだったし、ちょっとカバーさせていただくハードルはすごく高かったと思います。本当にパフォーマンスちゃんとやってねってめちゃめちゃ教えてもらった記憶あります。そう、なんかカバーってね難しいよね。そのグループさんとかそのファンの方に対するリスペクトとかさ、その気持ちがないと本当にこうなんでそう歌うんだよってなっちゃうので、すごい難しいことをねやらせてもらってたんだなって思いますね。なんかそもそも多分ね、マネージャーさんっていうかね、スタッフさんとかその前のグループの方、こう詳しい方だったので、アイドル界に、そうなんだよね、お客さんの見る目も厳しいのもある。でもね、その時ちょっと中学生とか、しかもなんかアイドル初めてみたいな子たちが割と多かったからね、どうだったんだろうね、わかんないけどなんかなんでこんな話してんだそう、なんかいろいろ思うことありますね、時間が経つと。そう言ってもらえると嬉しいですね。でもなんかこう今はね、アプガニキとしてね、じゃあ止まっちゃうんだけどね、自分たちの曲として今歌わせてもらえるのはとても嬉しいですね。とても嬉しいです。なんか自分がオリジナルじゃないですか、その歌割りソロとかもらったら。そう、自分がオリジナルっていうのがね、すっごい嬉しかった。そう、それがねスターティングオーバーなんですよ。スターティングオーバー、絶景が広がる、私はかなか私はが最初のソロオリジナルですね。ビーロンリーとギャザー、信じておくれよ、雪の通りだっていう感じ。寒いですけど、なんかね、何年か経って今のユリを見てね、未来のユリはどんなことをね思うのでしょうか。後悔はしない人生を歩みたいですねありがとうございます。なんかその時から見てくださっている方も、アップが2期に入ってから出会ってくださった方も、とっても皆さんと出会えてとてもユリは嬉しいです。
んでね、これからも頑張っていきたいと思います。こたつに入ってます。自分の体温があったかいんよね、一番あったかい自分がね。コール嬉しかったですね。島崎さんきっかけ、なんと本当に言ってくださってます。めちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しいですね。違う。平熱ではあるんですけど、ストーブをねつけてない、暖房のない部屋なので、そう、これ自分のせいです。自分のせいなので大丈夫です。薄着かな、わお嬉しい。バッティン少女隊さんとリリスクさんとの対バンで去年だって、ありがとうございます。うん、そうですね。懐かしい、ナンハロ、なんだってハロプロっていうナンハロっていうねイベントがありまして、そうハロプロさんが好きでクイズ大会みたいなの出させていただいたんですよ。え？飛行機？なんとマリンちゃんに4月3日ツアー静岡公演のチケットをゲットしていただきました。ありがとうございます。生きるように仕事を頑張りたいの決意で、なお今も仕事中です。なんと確定してないがゲットしてくださってありがとうございます。その決意、その決意を、その決意を一緒に叶えましょう。ありがとうございます。カウント行くしかないんだね。なるほどね。その気持ちわかります。ありがとうございます。嬉しいです。静岡よろしくお願いします。熊太郎さんファイト、ありがとうございます。エモい話はしてないよ。ありがとうございます。ああマリンちゃんにだった、ユユニじゃない。ナマステ師匠さん、アイスクリームありがとうございます。そうユユニ、前のグループでね、カラーが途中からついたんですけど、黄色だったんですよ。で島崎っていうねハロプロさんリスペクトで、こう名字に入った T シャツを着てたんですけど、こうカラーが黄色だから、でもユリ、研修生さん、ハロプロ研修生さんも好きだったから黄色がいいって言ってこの黄色がいいって言ってね、研修生さんみたいな感じにさせてもらいましたね。嬉しいな。お、同じこと言ってる、島崎色だって。島崎色なんだ。とゆりね、緑が好きです。好きな色ってね変わるから、人間変わりますから。緑のイメージあります？やった、ありがとうございます。嬉しい、それは。すっかりねゆりがみんなのイメージを緑に変えちゃいました。本当ですか、めっちゃズボンが。黄
黄色別に嫌いじゃないです。だって黄色いるやん。ね、黄色可愛いと思うよ。うん。でも緑が好き。緑が好きです。で僕はドクターイエローの復活待ってます、ありがとうございます。ゆりも同じ気持ちですよ。青もいいよね。てかね、好きな色っていろいろあると思うんだけど、結局ねそんなに緑に対して強い思い出、黄色とかね色に対してね強い思い出があるわけじゃないからカラーがねもしもついたらこの先ねその色が大好きになると思います。うん、多分ね。だってゆりね、青も可愛いと思うよ、すごく青も可愛いと思うし赤も可愛いと思う。ほら赤のね赤のブランケットだから似合いますか、赤どうですか。あと何色があるんだろう、ゆりね。あ、でもピンクはねあんま似合わない気がする。でも茶色は茶色難しいな。ゆり茶色だったらね小動物になりそう、なんか。でもねモカはとっても可愛いと思います、本当に本当に本気でね。なるほどね、推しメンのカラーが好きな色になります、それとてもいいと思います。あ、だからより緑好きになったかもしれない。暖色系に合います。でもより緑好きだよ緑って寒色系じゃないねえ、わかります。モカってネーミングが素晴らしいですよね。茶色界の中で一番可愛いと思います、モカ。カフェオレとかでも可愛いかもしれないけどモカって可愛いですよね。可愛いと思う本当に。じゃあゆりがさ一番似合うと思う色とに一番似合わないと思う色ありますか。どっちも知りたいです。そうでもねアフガニキは本当に好きな色って言ってね衣装とかにも入れてもらってるから、好きな色って変わるかもしれないからね、もしかしたらねこう新体制になりますけどきっかけに変わったりするかもしれないし変わらないかもしれない。へえそうなんだ。でもいい、深緑も好きなんだよな。ピンクどっちだ、似合うか似合わないかどっちだ。あ、そうなんだ、なるほどね。ゆりって濃い色あまり似合わない。あ、似合うの。紫似合わない気がする、わかります。ゆりね多分紫似合わないんだよね。あ、わかんない、どうだろう。多分ね全体で見た時にあんまりね一番ちっちゃい子が深い紫のねイメージないかもしれない。あ、薄紫っていうのかな、こないだの衣装なんですけど、この紫はあります。スカートめちゃくちゃスカートなんだけど、夜は多分だけどイエローベースだと思いますね、多分わかる。スミレ色っていうのか黒ベース、黒のものはここにありますよ、メイクポーチ
いや黒はあんまりないよね今。ユリに黒は回ってこない気がする。分かんない、抽選とかだったら分かんないよ。赤黄色いけます？赤いけないかな、赤いけないんじゃない。黄色、黄色もね分かんない。ユリね、あんまり黄色今そんなに好きじゃないかもしれない。赤色はーい、赤色はーい、目に優しい色が似合う気がする。本当に目に優しい色って難しいな。ペンならあるよ、ここに。柄とかあるの？柄とかある？黄色、オレンジ、オレンジね、これオレンジ、こう黄色、水色、あ水色めっちゃ可愛いな、めっちゃ可愛い。本当淡いの似合います。黄緑いつものね。でもなんかあんまりいつもの感じしなくない？これユリって青違うのかな。マキバノだね、パステル系なんだ。え本当にユリパステル本当に似合わないと思ってきたよ。パステル系っぽくはないな、このペンがいけない。このペンしかないな、ちょっと難しいんだけど。T シャツとかだね、多分合わせたらいいのは。ほう、で今出てこなかった色はあんま合わないと。何が出てこなかったかな、割とみんなで出してもらったからね、分かんないな。全色出たんじゃないの。確かに、でも淡い感じの方がいいってみんな言ってくれてる。じゃあそれを信じよう。ここら辺ね、ここら辺、ここら辺じゃない。確かにビビットピンクとか多分一番違うな、違うなっていう感じする。多分アーシャの感じとか見てもね、あ違うなって思うと思う。なるほどね。アップティー、アップティーで試すしかないですね皆さん、皆さん。今ねアップティーさんでコラボの企画やらせていただいてて、ユリがデザインした T シャツがね販売されてるんですよ。そう、あそれはねユリね、なんだっけ、なんとかピンク、薄いピンクないんだけどをねちょっとサンプルでいただいたので、薄色だったね。いい感じの色、皆さんも選んでみてください。ないんかーい、ごめんなかった、ここにはないです、寒いです。ゴールド似合わなそう、ゴールド似合わなそうじゃない。ゴールド似合う方ってなかなか難しいんじゃない。あでもちいこちゃんは絶対的に似合いますね。でも顔よりそんなにね普通ぐらい、ちょっと濃いぐらい、うん、どうなんだろう。あでもね今の衣装ゴールドじゃない、2パターン今ね衣装あるんですけど、ゴールド衣装ありますよ。あでも俺はさそんなにそんなに似合う似合わないって人を選ぶ衣装じゃない気がする。皆さん、皆さんね、メンバーみんな可愛いよね。
でしょ、でしょ、でしょ。つなちゃんさんがインスタのストーリーでメンションしてくださってたんですね。みんなそれで知ったのか。ごめん、今知りました。ありがとうございます。嬉しいです。どっかで言ったかなーっていうリモートでね。じゃあそれはね、今ねインスタ開いたのはゴールド衣装のね写真をあげてたから。ほらこれ、そう、これは多分みんな似合ってると思うよ。いいんじゃない？ゴールドもいいんじゃない？月さん可愛い、ありがとうございます。インスタって便利だよね、一気にパッて見れる。ラビッチュのさ、あの MV の衣装もう薄いっていうか水色、淡い感じだったんだね。うん、やっぱより私服で緑すごい着ちゃうね。ヒョウ柄はね、ヒョウ柄の帽子持ってる。キャップ持ってる。難しいね、自分に似合うのって分かんないな。うん、本当にいい衣装。あ、でもさ、青ピンクの衣装ありましたよね。うん、分かりやすい写真がちょっとないんだけど、これかな。青い衣装があって、その時にそうゆりはね、ピンクか青かだったら多分青かなって思ったんだよね。青も好きだよ。でも、あ、待って、なんか写真を思い返してさ、気づくことってたくさんある。めちゃくちゃ真っ赤な衣装もありましたね。プチトマトの衣装ですよ。めちゃくちゃ赤かったね、これは。赤もいいんじゃない？インスタ見てきました、ありがとうございます。原色も割と多かったんだね、そう考えると。まあ色はね、分かんないです、運命ですから。グラファン写真集の私服風、あー、これインスタにも載ってないよね多分。クラウドファンディングでね、写真集を出させていただいたんですよ。その時に、なんだっけ、部屋着っぽいイメージのカットと、ちょっと私服っぽいカットがあってね。その写真より多分、出してないですね。で、この携帯にもちょっと残ってない気がしてるんだけど。ちょっと見返してみます、後で。わかんない。カラーってわかんない、好きな色だったからね、変わんないから、変わんないかもしれないし。歴代衣装展示会なんか一回あのアットジャムさんとコラボカフェの時に衣装を飾らせてもらってたよね。あ、全部じゃないけど、何だったかな、何か飾ってました、多分デニムショーとかかなって思います。それぐらいですよね。なんだい、雷の呼吸、雷の呼吸一の方、五条霹靂一閃、ありがとうございます、ありがとうございます。
そんな感じだったね。衣装、ゴールド衣装がもうちょっと着たいですね、ゆりは。おお、リリーベとかでいつか着れるのかな。もう着れない衣装もあるかもしれないけど、みんなね、大人になってるので成長してるんですよ、身長が。ありがとうございます。そんな感じでもうすぐ10時なので終わりにしたいと思います。犬の衣装全然着れる機会なかったですよね。あれも今日あの衣装も着たいですよね。そうなんだよね、ゆりめちゃくちゃ身長伸びたからさ、身長伸びてね、着れなくなっちゃった衣装いっぱいあるからさ、前回の衣装とかもう着れないんだよね。そう、伸びすぎちゃってね。はい、ということで告知させていただこうと思います。はい、アプガニキはツアーがもうすぐで始まります。初日の東京公演はですね、表参道グラウンドから始まります。もう来週になりますね、2月23日から始まるんですけど、ちょっと開催できることを願って、そうですね、願って頑張っていこうと思います。あとはね、そっから全7箇所回らせていただくんですけど、メンバーの地元、今回東京、福島、秋田、千葉、神奈川、静岡、福岡、そうですね、こちら全箇所でそれぞれのね、違ったその場所にちなんだ公演とかもやっちゃうかもしれないので、皆さんぜひお近くの会場、もしもね可能でしたら全箇所一緒にね回ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。くむとろさん、ファイトありがとうございます。発見してない、間に合うかな、間に合うかな。そう、ショールームの方でチケットもね販売させていただいてるので、ぜひぜひよろしくお願いします。無事にツアーできますように、同じく願っております。頑張ります。そう、そんな感じかな。なんか寂しいけど終わりになるのかな。なんだろう、最後になんかちょっとしんみりしちゃうのも嫌だからね、明るい気持ちでめっちゃ倒すんだけど、時計倒してるんですよ。なんか最後に要望ありますか、ゆり。何でもいいですよ、変顔してでもいいですし、可愛い顔してでもいいし、もう今可愛い子なんだけど、ツッコミ大会する。めっちゃ予想の斜め上行きましたね。笑顔見せて、ありがとう。歌歌う、なるほどね。歌か、アカペラなら確かに。アカペラか、何がいいかな、何がいいですか。最近なんだろうな、最近なんだろうな。ちょっと要望ください、思いつかないので。あれは？
あ、ちょっとできるやつから言ってみますね。あ、ツッコみたいか、皆さんがボケていただいて、はい、私がツッコみさせていただきますよ。スクショタイム、あ、じゃあ常にスクショタイムでいきましょう。ゆりラップかな。あざとボケツッコミ。あざとボケはね、みんながあのボケてもらってゆりがツッコむから、そこはね、あのよろしくお願いします。あ、ボケてくださいもあるのか。あ、じゃあラップでボケるね。ゆりゆりの今日の夜ご飯はなんだっけ、なんだっけ、思い出せないな、ちょっと待ってね。肉まん、あんま耳があったかい。人のボケでやってしまった。よよよよ、セルフカバーか。渡辺美里さん、渡辺美里さん、最近ストーリーにあげさせていただきましたね。あー、ツアーのセットリー教えて。あー、それは秘密だよ。月さん、尊い、ありがとうございます。ラビンギュ歌いやすいですか。あ、ラビンギュ歌えるよ。君からギュッとしてほしい、もっと本当はちょっとしたいな、ちょっと君からギュッとされたらもっと胸がドキュドキュ。見て怒られたか。手探りラビンギュ。ちょっとアカペラ難しかったですね。オーマイリトルガール、オーマイリトルガール、オーマイリルガール、オーマイリルガール。あた、止まってしまった。なんで？オーマイリルガール、温めてあげよう。オーマイリルガール。二人、黄昏に肩寄せ歩きながら、いつまでも、いつまでも離れられないでいるよ。月さん、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと最後、ちょっと楽しい曲でもいいですか。楽しい曲、あの、なんていうの、明るい曲。あー、あれかな、あれにしよう。歌詞しちゃうみたい。よし、行くよ。じゃあ1番歌っちゃう。歩道橋の上から見かけた川ちゃんに行き来らしかけよった。人混みの中ドキドキすることやめられない。 Oh yeah。 スピン気味のセリフにブレーキはノーサンキュー。身につけた変化球も今日はバイバイ。ドキドキすることすることやめられない。 Oh yeah。 今すぐ kiss me。 Wow wow go away I miss you。 大好きだから笑ってよ。今すぐ kiss me。Whoa, whoa, go away, I miss you。 まっすぐに I love you so。 イエーイ。今日も見ていただきありがとうございました。リンドバーグさんはもう本当に心の底から、心の底から、違うな、心底
そこから明るくなれる、底抜けに明るい曲ですね。なのでとても明るくなりたい時にはリンドバーグさんを聴くのがおすすめです。ありがとうございました。あのイヤホンがあったらねカラオケやりたかったんですけど、またカラオケは別でやります。今日は見ていただきありがとうございました。ちょっとランキング読んでるのは読んでなかったの忘れちゃったからちょっと読ませていただくね。10歳の方からあんゆうさん、すみくんさん、ケイレブさん、みかんさん、ジークフルートさん、ヤギ沼さん、おゆさん、 GT さん、アンドハローさん、竹のっちさん、月さん、熊太郎さん、1位がマリンちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんではお疲れ様でした。せーの、おつしまでした。また会いましょう。ありがとうございます。名残惜しいですね。また配信します。